こんにちは、近藤ゆきです。いつも動画をご覧くださってありがとうございます。4月に予定していました大阪での演奏会が8月に延期になり、大変ご迷惑をおかけしました。払い戻してないチケットを多数の方がまだお持ちくださっていますこと、とても嬉しく感謝申し上げます。8月22日の大阪公演につきまして、大切なお知らせとお願いがございます。今回、新型コロナウイルス感染予防のために定員70名の半分、35名での開催となり、従来の1時半開演と夕方5時半開演の2回に分けて開催させていただくことになりました。どちらも同じプログラムです。現在、皆様1時半開演の部でご予定いただいていると思いますが、ご都合の疲れます方は大変申し訳ございませんが、夕方5時半からの部に変更をお願いできませんでしょうか。主催のショパニツットアーツの担当の方より、皆様ここに振り替えのご都合をお尋ねさせていただきます。安全にコンサートが開催できますように、夕方に振り替えが可能な方は何卒ご協力をお願いいたします。なお、夕方の部は若干のお席がご用意できます。ショパニストアーツにて受付しますので、そちらもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。